こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。すずです。はい、すず今23歳。はい、3歳児のママやな。3歳児のママ。で、ママも初めて妊娠したのが23歳で、ちょうど同い年の時やった。この年か。そう、その時に産んだよ、第一子な。はいはいはい。でもな、自分の23歳の時って、はい、もう一人目生まれて、うん、そこから自分の夢って、うん、もうなかったんよね、23歳の時点で。もう子育てしていって家庭を守っていく。で、まあ、自分の中でいっぱい子供欲しかったから、うん、もう子育てをこれからしていく人生が自分の夢というか目標というかで、この一人の人間として何かをやりたいとか、こんなことあんなことをやってみたいっていうのは、うん、もう23の自分はもう子供を産んだから、うん、そういう夢を持つのはもうその段階は終わった。母としての、そう、これから生きていくんやな、うん、っていうのしかなくって、なんかすごい寂しかったのを覚えてる。なんか23ってまだ若いからさ、周りまだ結婚してなかったりとかでさ、うん、夢いっぱいであんなことこんなことやりたいとか言ってる友達がいっぱいいる中で、うん、自分はもうここからママとして生きていくんやって。まだ実家があんまりこう頼れなかったっていうのもある、うん、手伝ってもらえないから自分で全部やらなあかんっていうのがあったよな、うん、だからもう夢っていうものがそこでこう立たれた感じになってた、うん、23歳。すず、うん、今そのママのその年齢に今いるんやけど、そうみたいですね。夢ってある？夢、はい、ということで、すずの夢語ってもらいたいと思います。頑張らんでええよ、適当でええよ。23歳すずさん、はいはい、なんか夢ってある？今夢難しいよな。こんなんやりたい、あんなんやりたいとかっていっぱいある。ちっちゃいことで、うん、どんなことで大きくてもちっちゃって。あ、でも昔からそうや、昔からそうや言ってあれやで、それやあれやで、大阪のおばはんや、あれやわ。せや、昔からそうやね、高校生ぐらいの時からやな、うん、あんた夢何や聞かれたら私幸せになりますでかでかそれ壮大や。いやでもほんまにそうやね、大学入って、まあ、1年大学おったやんか、うん、でその間下宿しとったやんか、うん、でそこでなんか下宿先のアパートの子が集まって新歓みたいな感じ、うん、一番最初にご飯会があったんやけど、うん、そこで自分の夢、将来の夢を書いて、うん、ホワイトボードに、うん、で写真撮るって言って、うん、撮って、うん、そのも幸せになるって書いてて、へえ、そう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 、ね、今も変わってない別に。漠然としてるけどな。漠然としてる、そんな当たり前やん。だって幸せになるって、その幸せの形はもう変わってるから。幸せになるために何をしたら幸せになるんやろうかっていう、その一番ゴールは幸せになるやな。そうやね、確かに。その全てのこの自分のしたいこと、うん、何につながるかっても全部自分の幸せのためですから、うんうん、だから幸せになるってずっと言ってますけどね。これ変やろ。ちょっと幸せになるために何をしたい？今はね、とりあえずね、まあ、ほんまにめっちゃ現実的な話で言ったな、うん、大阪帰るぞ言うて、コロナ始まったぐらいからずっと大阪帰るわ、遊びに。あ、遊びにな、うん、あ、友達のところ。そうそう、友達に、友達にずっと、うん、ほんまに今年は大阪帰るわってずっと帰ってない帰りたい。それ帰る帰る詐欺やん。そうやね、うん、なんかちょっと大阪には行きたいけど、うん、ちょっとな、アメリカとか行っちゃったから大阪ところか。そうそう、ほんま3月ぐらいに帰りやがってんけど3月からアメリカ行くってなっちゃったから帰らないな、おりゃーっつって。あ、なるほど。まあでもその代わりにアメリカ行けたから、うん、よかったよなそんなこともありますけれども、何かな、夢、一旦でもこの自分としての、まあ、見た目の話まずするけど、うん、まあ、は自分史上最強可愛いボディを突き詰めたいよな、うん、おお、そうそう、だからもうダンスもめっちゃ踊るし、うん、ダンスマジ痩せんねん。そりゃそうだよ、ビビんで。あんだけ腰動かしてやったらやばいよ、もうずっとこうやって、だからあ、やばい、痩せないとって思ったら一旦こうやってこっちの筋肉、うん、こっちを伸ばしてこっちを縮めてみたいな。そのさ、横のこの動きってほんまできひんもん。こうやってずっと家でこうやってやってみたいな。やってこれで痩せるんや。ここは締まる。ちょっとちゃうけどな、こうなってるこことさ、肩とさ、腰をさ、こうくっつける、寄せるみたいな。
でこっち伸ばすみたいなをやってんね。と何かな。かもこのまま生きていきたいけどな。無理だね。無理だね。まあ衰えていくけどさ、でもずっと綺麗やなと思われたいやんか。うん、でも綺麗な人って綺麗やもんな、年取ってもな。そうやね。美魔女になりたいな。うん。うん。頑張れ。そう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 。それは頑張っていかなあ、思ってますけど。思ってますけど。あとはまああのおいおいダンススタジオがねオープンするし、うんうん、いろんな人と喋りたいなっていうのもあって、今インスタをさ、うん、やってんねんけど。うんまあ、インスタでしか関わりを持てないから、うんまあ、YouTube も一応なあのコメントとか全部見てるけど、うん、それに返信するとかも全然そんなの、うん、自分のアカウントも持ってないぐらいやからさ、うん、インスタでいろん なあのお悩みとかを聞いたりとかもするしさ、うん、すーちゃんのダンス受けたいですっていう、うん、言ってくれる人もおんねんもう、え何内地の人内地の人オンラインでやらなかったなそうだからオンラインでいろいろやりたいなっていう話をしちゃってそうそうそうだからそういう人たちとも関わりたいなと思ってるし、うん、講演会の結構いろんなとこ行くけど、うん、ちょっとついていきたいなと思ってるんやけどさなんせちょっとちびたちちびちゃんたちの子守があるから沖縄のやつに一回行けるなら行きたいなと思ってるけど、うん、もうちっちゃな夢ですよねこれもそれちっちゃいですよねちっちゃな夢ですけどそれもあの、うん、実際に会ったことがないんよ、うん、まだ一回だけ一人だけあのすーちゃんのインスタフォローしててって言ってくれた人だったんやけどぐらいしか会ったことないからちゃんと会えてないし、うん、この人と会いたいし、うん、もうダンススタジオをオープンしてしまえば、うん、子供たちをかき集めてイエイすずイエイイエイイエイそうだなそれ楽しみやなダンススタジオもほんまに楽しみやなマジ楽しみやでもうでもあと半年ぐらいか1年以内には1年以内そうなってきたらまたなんかもうすごい毎日張りが出てなってくるんやろうな実際に来てくれる人も、まあ、子供もするし大人向けのレッスンもしたいし、うん、でオンラインでレッスンもしたいし、うん、オンラインで喋ることもしたいねうんうんうんダンスと別にダンスと別に喋るうんお話ししようぜっつってそうそうあのそんなあのこんなまともな話はできないですけど、ね、まともかどうかは電子対バンっていうのはそれはそれはそんなねそんなんな逆うわーとかなそんなん知らん知らんよ全く分かりませんですけど、まあ、今までいろいろ経験はしてるやん、うん、結婚しまして離婚しまして、うん、出産しました、はい、順番どうなってんねんっつって、はい、じゃあ妊娠して結婚して離婚して出産やん、うん、あそっかあそっかそっかそんまやなそうやこうやんいろいろあれあれあれ順番があってそうやねそういう人生ですから、うんまあ、結構いろんなこと経験してはおんねんけどな、まあ、でもこれからやりたいことはいっぱいあるのよねもう一回アメリカも行きたいねうんそうやなスタジオはやっぱ楽しかったし、うん、めっちゃ勉強になったから、まあ、日本のスタジオも楽しいねんけどやっぱ、うん、違う違うなびっくり、うんほんまに違う。だからまあそれぐらいの雰囲気を自分のスタジオで作るのも夢やんな。うん、ああ、そうやな。そうやな。そうそうそうほんまやな。うん。いや、他のスタジオもいいねんけど、こっちのスタジオ、なんかめっちゃ楽しいね。そうやな。なってほしいね。それはそうやんな。同じダンススタジオいっぱいある中での、その、ここ、すずのスタジオのこの空気って何、うん、みたいな。なんか特別なその、そこに魅力感じてきてくれる子たちはいっぱいいるよな。そうそうそう。だから、すずちゃんのレッスンってさ、みたいな。うんうんうん、なんか楽しないみたいな感じで、うんうん、もう毎週とか毎日来てくれてもいいぐらい。うん、そういう人が出てきてくれればいいなっていうのもまた夢やな。うんうんうん。そうそうそう。あとは何かないでもいくらでも喋れんな、こんななんか困ったもんやで。うんうん胸筋もちょっとつけたいなと思って胸筋もちょっとつけたいなと思ってて上半身ほんまに細いなんでかねなんか一応肩ってやったら結構ここはな肩このフロントの肩すごいあるんやけどなこうやったらなあるんやけどな一応ないや こうやればなちょっとななんかごついなうんごついごついなすごいすごいすごい後背筋も出てる出てるでもこれは少ないね全然うんでここもないからないねないね、ないね、つけななぁ思って、ね、いややっぱメリハリボディを作るためにはここは必要ですから、うん、で、ここもちょっと絞ってまだ絞んのこれまだいけんちゃうかな思ってるなこれ、まあ、それもなダンスで、うん、あの培いますから、う
いっぱいエクササイズして、うん、そうそう、だからお母さんたちもな、うん、あのダンススタジオオンライン、うん、オンラインは結構そういう人多いかなと思ってて、うん、この産後で痩せたい家でやりたい、うんうん、そうな、赤ちゃん見ながらね、外出る難しいとか、うん、おっぱいの事情でさ、うん、わかんねん、めっちゃあのおっぱいめっちゃ出る人、うん、出る人やった、うん、大変だな、その3時間外出できひんね、うん、1時間限界やって、うん、そのすぐもう茶碗みたいになって、そう、ほんで帰ってきておっぱいマッサージお願いします、助産師さん言われて、ひさこさんやってた、そうそうそう、そんなんやったから、だから外に出るのが難しいっていう人もおると思うね、もう産後もうあれやな、断乳するまで大変やった、大変やった、そう、断乳も大変やったもんな、大変だよ、死ぬかと思ったもんそう、だからやっぱそういう人もおるってなると、オンラインでこうできたらめっちゃいいと思うし、それこそそういう人って外出できひんから外との関わりがちょっと少なくなるやんな、うんうん、ちょっと下げってなるから、下げってなってるところをイエーイっつって上げにするみたいな、うんうんうん、をしたいなとかも思ってて、うんうん、だからそうなったらこの運動するのは難しいけど、うん、ちょっとストレッチしながら喋ろうぜっていうのもあってもいいかなと思ったりとか、いろいろやりたいな、そう、みんな喋りたいからな、みんなな、そうそうそう、うん、でも自分はちょっと体を動かしていただいていいですか、そう、はい、止まってるよ体とか言って 動かないで動いてって言ったら、ちょっとさ、なんかやっぱ体を動かすとさ元気にもなるやんな、うん、で体すっきりするやん、うん、であのストレッチするだけでも痩せるやん、うん、だから一石二鳥的なみたいな、まやな、そう、だからそういうのをオンラインでできればいいなと思ってて、そう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 、外に出れない人とか、うん、沖縄に来れない人向けに、うんうん、ね、いや、オンラインはだいぶ需要あるんちゃうね、うん、そんな気がするね、したいよな、そう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 、うん、いろいろまだまだこれからいっぱい考えて、うん、いろんなことしていきたいなと思ってるけど、楽しそうだね、そう、楽しいよ、めっちゃ楽しいよ、どうしようリリをうちのおかんやばいねって言えるぐらいにやばいね、育てなあかんし、こっちも育たなあかんし、うん、そうそう、見てこれうちのおかん言ってほしい、やばいやろ、えぐないそういう人間にしなあかんし、こっちもならなあかんが、みんなでやることいっぱいあるそうそうそう、明るく育っていただいてな、うん、そうやな、うん、いろいろだから喋り出したら止まらないですけど、まあ、喋ります、うん、いや、いな、23の時そんなん全然ほんまなかったからさそうやな、まあでもやっぱこれって、うん、このちっちゃい社会におるとおのずと少なくなるよな、うん、外に出ればさ、いろんな刺激があるから、うん、あんなことやってみたいかもって思うやん、見えてくるんやけどな、そうそうそう、もうここの中にいたらもうほんまに何もできひん自分、うん、可能性っていうのが見えへんからそうっていうのはあるよね、だからもう、うん、いろんな人と関わって、そう、そこやと思うわ、うん、人と関わることでなんか開けてくるものってあるし、あるね、だ23の時何にもなかったんやけど、結果でも今49歳で今これ、うん、エグいママになってるやん、でもエグいママになった家庭にはいろんな人がおるやろ、外に出たからやろ、そう、そうやね、そうやね、だから もうこれで終わるわって思ってたけど、うん、やっぱりあの開業したいなとかもあって、うん、まあ、30歳ぐらいから5人子供産んで、そっからこうちょっと外に出始めたよ、ちょっとずつ仕事を始めて、うん、やっぱそっからブワーって広がっていったから、うん、まあ、人と関わるってこう家を一回出てみる、外の世界を見てみる、うん、家庭の中だけで収まらずに出てみる、でもそれががっつりがっつりじゃなくてもいい、ほんまに1日2時間とか、そうそう、そんなんでいいわけよ、だからオンラインからでいい、そうやな、ほんまにするよ、オンラインからでいいんですよ、いや、めっちゃ広がると思うで、だから多分すずが今まあやりたいことっていっぱいあるんやろうと思うんやけど、うん、これダンス教室が出来上がって、うん、いよいよスタートして、うん、そういうこういろんなオンラインだったり来てくれるあのお客さんだったりいろんな人とこう関わり始めて、うん、うわーってそこがもっと具体的にこうやりたいことっていう漠然としたものが、うん、はっきりとこう見え始めるっていうのはそこからなんやろうなと思う、うん、そうやな、だからこれからまだまだね、うん、楽しみなことがいっぱいありますけど、言わなかったじゃん、うちの娘ですエグいっしょって言うような人になるの、エグいっしょじゃないの、何をエグないっすか、エグないっすかくらいで、はい、いや、かんし、あとはもうあの再婚とかもしたいなと思ってるけど、あ、結婚ね、それも夢ですね、シングルマザーとしては、うん、
結婚願望ってあるの？いや、したいしたい、もう。あ、そう。全然結婚したいけど、人と住めるかなと思って、やっぱシングルマザーの悩みってここやと思うねん。自由やもんな。そうやね、今やりやすいわ、思ってるから。あ、じゃあちょっと長なるんで、結婚についての、はいはい、再婚についての話は、次の動画でちょっと深めていこうかなと思います。はい、ということで、23歳すずさんのね、莫大なその夢、ね、語ってもらいました。いやー、夢持とうみんな。ね、たまに、うん、ちなみにママの夢は一つどうぞ。いや、世界に出ていきたいと思ってる今。了解、じゃあ頑張るよ。日本だけじゃなくて世界の日本人ママたちのところに出ていきたい。そっか、結構いろいろおるもんな。おるおる、だってあのウェブ相談でいろんな海外の人といっぱい触れるから今。あ、言ってるわ、そうやわ。そう、今日アメリカやったわ。そう、今日ニュージーランドやった、今日タイやった。うん、そうそうそう、確かに確かに楽しみやな。うん、ちょっと世界に出ていこうと思ったら、またあのすずさんに子供たちお願いしないといけないので、よろしくお願いします。はい、はい、12人産んだ助産師さこの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。信じてごらん、すべては笑顔から始まるから。信じてごらん、その先には人生の花が咲くから。マシュマロポメロの一途な思い、あなたとあなたの大切な人に豊かな実りあれ。私がこだわってこだわって作った商品の購入は概要欄またはこちらのリンクからどうぞ。